本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。今回は調布駅と神奈川県相模原市にあります橋本駅、これを結ぶ京王相模原線の夢破れて2面4線になれなかった駅2つご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて本編に入る前に、これまでの動画でごく当たり前のように使ってまいりました言葉、何面何線、これについてここで改めてその言葉の意味を解説いたします。この動画の肝であるからです。まず面ですが、これはホームのことを示します。続いて線、これはホームに接する線路のことを示します。例えば一面一線といえばこのような構造になります。地方ローカル線では頻繁に見られます。また一面二線といえば一般的にはこのような構造に、二面二線といえば一般的にはこのような構造になるわけです。国鉄の路線でよく見かけるのは二面三線と呼ばれるこの構造です。普通列車を真ん中の線路で待たせて、特別急行や貨物列車が追い抜けます。さてここまで長くなりましたが、今回の話題である2面4線と呼ばれる構造はこのようなものです。1面2線を2倍にした形です。先ほどの2面3線と同様に優等列車か普通列車を追い抜くことができますが、完全に上り線と下り線が分かれているところに違いがあります。京王相模原線には2面4線の構造を取る駅が3つあります。始発駅の調布をはじめ、若葉台、京王多摩センターがそれにあたります。ですが実はこの他にも2面4線になるはずだった駅が2つあるのです。まずは1駅目に参りましょう。京王よみうりランド、現在2面2線の駅ですが、実は2面4線で建設されるはずでした。ホームの屋根をご覧ください。駅によくある Y 字の屋根、もちろん屋根の高い方には線路がありません。フェンスの向こうには線路を引けそうな草むらがあるのみ。反対側2番線のホームにも Y 字の屋根があります。ちなみにこの Y 字型は雨水が屋根の中央に流れるように誘導するためのもので、お客さんが電車に乗り込む際には雨水が垂れてくるのを防いでいます。2番線の外側にも線路1本分の余白があり、いかにもといった感じ。改札の外に出てきました。1番線の端っこの部分を見上げます。ホームより外側に余分なスペースがせり出しています。ここにも線路を敷けるような設計になっているのです。反対側橋本方面の線路を見上げます。こちらにもはみ出したスペースがあり、手前には耳のような部分が続いています。これは先ほどの線路予定地に線路を引くことになった場合に備えて設けられました分岐器を置くスペースです。京王読売ランドを後にし、次に紹介する駅はこちら、南大沢です。南大沢の駅といえば異常に広いこのホーム、2面2線の駅ですが、それにしては他の駅と比べるとオーバースペックだと思いませんか。橋本方面のホーム端、
怪しい三角地帯があり、そこからまた線路1本分の空き地がホームの外側に分岐しています。調布新宿方面に行きますと、やはりホームの裏側に空き地、反対側のホームの方にも不自然な空き地があります。1番線のエスカレーターからは空き地をはっきりと見下ろせます。張りぼての壁があってもごまかせません。改札の外に出てきました。橋本型の道路からホーム端を望みます。画線中で見づらいですが、右側の崖と左側の道路をご覧になると末広がりのハの字をしているのがお分かりいただけるでしょうか。少し視点をずらすと分かりやすいですね。2番線の左側、今でこそ建物が建っており目立たなくなっていますが、敷地はやはり末広がりの形をしています。これは紛れもなく2面4線を想定した敷地の取り方です。調布型の道路から線路を見てもハの字の空き地、いかにも分岐器を置けそうな形をしています。ここまで2つの駅を紹介してきましたが、なぜ2面4線にする計画があり、そして計画は実行されなかったのでしょうか。これには京王相模原線のかつての野望が関係しています。京王相模原線は現在橋本駅を終点としていますが、もともとの計画では橋本よりさらに先、津久井湖まで延伸される予定でした。津久井湖の観光需要と沿線の宅地開発を狙っていたようです。もし実現されていれば、高尾山並みの広告キャンペーンが打たれていたかもしれません。しかし、津久井湖が観光地として隆盛を極めることは残念ながらなく、また京王相模原線自体の建設が遅れたこともあり、用地買収が困難になったことから、今ではほとんど諦めムードが漂っています。この津久井湖までの延伸計画が頓挫したことは、途中駅の構造にも影響を与えました。それが今回紹介した京王よみうりランドおよび南大沢の2面4線化の頓挫です。京王は津久井湖まで延伸した暁には特急列車を走らせるつもりだったようです。マウント高尾号ならぬレイク津久井号みたいなものでしょうか。特急列車はもちろん急がねばなりませんから、普通列車を追い抜ける場所をある程度確保する必要があります。そこで2面4線の構造の駅が求められたわけです。余談ですが、京王相模原線がこのようにかなりのスピードで走れるのは、この特急計画を見据えて高規格な線形で敷設したためで、理論上は時速160キロでの走行が可能となっているそうです。また津久井湖まで延伸し、沿線の宅地開発が進めば、その分だけ通勤通学客も増えます。その需要に応えるべく本数も増やさねばなりません。それで普通列車がいっぱいになって線路が詰まってしまってはいけませんから、やっぱり追い抜きのできる駅がたくさんあった方がいいわけです。ところが延伸が頓挫してしまえば、その分の需要は生まれませんので、追い抜きのできる駅も少なくていいということになります。さらに津久井湖延伸計画の頓挫の他にも、この2駅の2面4線化を妨げた理由として考えられるものがあります。それは多摩ニュータウンの方針転換です。多摩ニュータウンでは当初、首都圏になだれ込む移住者をできるだけたくさん詰め込むべく団地を大量に建設し、人口密度の高い街を目指す方針が取られていました。しかし1973年、オイルショックにより世間の潮流は一変、首都圏への移住者が減ってしまいました。多摩ニュータウンの住宅需要は冷え込み、これまでの詰め込み型の住宅は売りさばけなくなってきました。そこで多摩ニュータウンは、人口密度の高い住宅を急いで作る方針から、住み心地の良い理想的な街並みを
時間をかけて作る方針へと180度を転換することになります。こうしてできた町の代表例が以前ご紹介した多摩センターです。この方針転換により多摩ニュータウンの見込み人口は大きく減少しました。これに伴って京王相模原線も計画当初に予想していたほどの需要は見込めなくなりました。需要が減るということは列車の本数も想定より減らすということになります。本数が減るならば列車が詰まる心配も減るので、やっぱり追い抜きのできる駅は減らしても良いという結論に至るわけです。津久井湖延伸が頓挫し、その分の特急列車と通勤通学需要がなくなったこと、そして多摩ニュータウンの方針転換により見込みよりも鉄道の需要が減ったこと、この2つの理由により京王よみうりランドと南大沢では2面4線化の準備こそされども、それが実現されることはなく現在に至ったと、この動画では結論付けることにいたします。駅の構造のちょっとした違和感に、その鉄道路線の秘めたる大きな野望が見え隠れする。今回はそのような事例でしたが、いかがでしたでしょうか。日常のパズルピースから知られざる興味深い歴史を覗くような感覚、これを味わっていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。